こちらまたまた一期生のアキローゼンタールさんですね。こちらはね、まあふざけることを知らないことはないな。なんか最近さ、こいつなんか無期ロゼになってからさ、すごいよね、勢いというかさ、ね、無期ロゼパイセンはさ、結構頭おかしいというか、祭りはね、なんか自分で言うのもなんだけど、一期生の中で祭りがやべえやつみたいなのちょいちょい言われてるじゃないですか。こいつ隠れとるけど結構やべえからね。うん、あのね、この前もねツイッターに書いたんですけど、天神琴音ちゃんの T シャツを着て前から歩いてくる人がいたんですよ。で、通り過ぎたから祭りが、え、天神琴音ちゃんの T シャツ着てる人がいたよって言ったら、え、チンチン固めの T シャツって言ってきて、いやお前それやばいだろお前ってなって、うん、だからちょっとね、こいつやばいやつなんですよ、本当に最低だっすよ。なのでちょっとまあ心配なとこはありますけど、かけていきましょうか。はい、まあ変なことはしないと信じてね、いきます。さあ出てくれるかな。もしもーし。まあ、本人だからわかるよね。それはまつりちゃんの、ミラー配信してるかな。いや絶対違うじゃん。まつり配信前に見てたからね、あのアクアちゃん何の配信するだろうってねって、メインヘラのやつ、うん、やっぱりあのアクアはまつりちゃんのことが大好きだから、今はもう全部メインヘラとかどうでもいいってまつりちゃんのミラー配信してるんだよ。一人称がアクアになってたけど、あちしはまつりちゃんが好きだから今ミラー配信してるんだよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。あ、今日はお祝いしに来てくれたの、配信をすっぽっかして。あ、いい、配信してるよ。あ、配信しながらもお祝いしに来てくれた。そう、あちしはあちしはまつりちゃんが大好きだから、あちし、あ、私、あ、そうだね、配信してんだよね。うん、してるけど、今日は、まつりちゃんに言いたいことがあったんだよ。え、何？めっちゃ気になるんだけど。ずーっと、デビューした時から思ってたんだけど、言ってもいい？何？あのね、どうして、まつりちゃんって、ホロライブの清楚担当って嘘をついてるの？嘘じゃないけど。え、だって、パンツかぶってるじゃん。恥ずかしいよ、そんなの。チンチン固めっていうやつよりは恥ずかしくねえよ。え、ちょっと、ダメだよ、そんなこと。アイドルが言っちゃ、ダメだよ、まつりちゃん。何やってんの、ダメだよ。あ、キロスよりはマシなんだよな、まつりは。え、ちょっとよくわかんない、私。IQ3 だからよくわかんないよ。バカにしすぎだよ、待ってこい、バカらマジで。もう、アキロゼはさ、アキロゼは謝ってきてください。IQ3 だからじゃないんだよ。おめでとう。うん、突でお祝いして。うん。突で、真面目に、あ、まつりちゃん、おめでとうってやってくれればいいんだよ。ねえ。うん。今、アキロゼがやったのは、あの、まつりのことを清楚じゃないとバカにして、そして、アクアちゃんのことを IQ3 って言っただけの人だから。うん。まつりの方がアクアちゃん似てる気がするわ。うん。あたし、皆さんどうも、こんばんは。みなと、アクアです。あ、まつりちゃん、あ、まつりちゃん、あ、よしよしよし、カチ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 。